県は新発田市の養豚場で豚熱の発生が確認されたと発表しました。感染があった養豚場では先ほど午後4時から殺処分が始まりました。新発田市の養豚場では午後4時ごろから県の職員ら60人体制で全450頭の殺処分が行われています。県によりますと、おととい食肉を出荷している新発田市の養豚場から下越家畜保健衛生所に飼育している豚のうち12頭が死んでいると通報がありました。県が調査に入り、国の検査機関で確定検査を実施した結果、豚舎の12頭が豚熱に感染していることが判明。県内では野生イノシシが感染していた例が確認されていますが、養豚場での感染は初めてです。豚熱は豚とイノシシの病気ですので、生産者の皆様、それから消費者の皆様は、混乱することのないようぜひ冷静な対応、ご協力をお願いしたいと思っております。県は野生のイノシシを媒介して感染が広まった可能性が高いとしていて、他の養豚場にも消毒などの対策を呼びかけています。豚熱は人に感染せず、感染した豚の食肉は市場に出回っていませんが、県では保健所に食の安全に関する相談窓口を設置しました。